声帯を引っ張って話すと超ロッキューがわー。どうも、たくあんボーイです。本日はですね、23日目ですかね、無印良品のね化粧水と、乳液つけ終わりましたので、続きまして、下地からね塗っていきたいと思います。こちらですね、こちらですね。ではコンシーラー塗っていきます。もうコンシーラーもね、このウアーグラムのコンシーラー結構使うので量がなくなってきましたので、また新しいのね買いに行きたいと思います。ウアーグラムのねコンシーラーがとってもいいですよね。この肌の馴染みがすごくいいと思います。まあ他にコンシーラー使ったことないから何言うてんねんって感じですけどもね。ブルースブラザーズみたいなね、2人でハイライトとシューティングです。ではシャドウ描いていきたいと思います。この間ね、モデルのアシスタントに行った時なんですけど、森の学校でね、お世話になってる赤見さんが、メイクしてるんですよって話したら、アイシャドウを目の周りだけじゃなくて、こっちの方まで描いてたんで、広がってたので、そんななんかパンダみたいになってるよって言われて、あ、この目の周りだけでいいんだっていうかね、ちょっと塗りすぎてたらしいですね、僕結構。目の範囲でやるっていうところをね、ちょっと意識してやっていきたいと思います。目頭の部分の、アイシャドウも、なんかもう思い切ってここまで、ギリギリのところまでやった方がいいっていう風にこの間なんか動画見たので、メイク術動画に、あ、メイク術ノート?その桜メイク術ノートにもメモしたんですけども、そういうところもね、一個一個意識してやっていきたいと思います。はい、ノーズシャドウもなんか濃すぎると、こうメガネの跡がついたみたいになっちゃうんで、まぁ、ちょっと広げてね、はっきりさせないぐらいのね、影ってやっぱそんな目立っちゃダメですよね、影は。わかんないけど、あ、なんか、光を引き立ててるなっていう感じがベストなのかなと思います。光を引き立てるのが影。はい、こんな感じです。 OK、 あとはアイブロウとリップして完成って感じですね。はい、ということで、本日もメイク終わりました。だいぶね、アイシャドウも薄めに塗ったので、ちょっとまたね、新しいメイク道具揃えましたらね、順々に紹介していきたいと思いますので、はい、では終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてニコイダンス、よいしょ。